クリーロコミミガイ、学名リーマドンタサヤメーシスは、有敗目オカミミガイ科に分類される巻貝の一種。西太平洋段階域に分布し、内湾干潟の満潮線付近に生息する。和名は、貝を省略し、クリーロコミミと呼ばれることもある。生貝の貝殻は体か8ミリメートルほどで、オカミミガイ科としては小型だが、リーマドンタ族の中では、大型種である。 殻は濃家色薄質でラグビーボールのような防水型をしている。殻には細かい西アバラが走り、横縞模様に見える。さらにラーバラ状は低い下流も並ぶが、これは肉眼ではわかりにくい。通常は生害の拡張は侵食されかける。殻口は防水型で外側には張り出さず、内側に2歯軸唇と外側にそれぞれ1歯がある。 同族種にしばしば見られるへそこやほの毛はなく、縫いたいも弱く、周辺の角張りもない。同族の薄込み,みがえる草らとです。巻き筋じ込み,みがえるモナラヘラ等は、本種と似ているが、これらの同族種の拡張は、通常かけずとがる。また、生息環境も異なる。伊勢湾以南の南日本、朝鮮半島南部、台湾、東南アジアまで、西太平洋の熱帯。 アネ帯タ域に分布する。学名の種名サイアメンシスは、シャムに住むの位である。内湾の泥質干潟や、その陸側の吉原マングローブ域に生息し、満潮線付近の泥に半ばうまった石の下に潜む。大潮の満潮時には、短時間水没する程度の高さに生息し、生態の周囲には、カタツムリのものに似た紐状の糞も見られる。的には、並びおかみみがい ふとへなたり、川山小類、指赤弁形画に等が見られる。石をひっくり返したところ、周囲の紐状のものは、本種の糞、おかみ磨い方種と同じく人間の活動の影響で生息地が減少している。日型から陸地へ移行する区域に生息しているが、この区域は小規模な環境の改変でも消滅しやすい。日型の埋め立てまでせずとも、道路や、 船着き場の建設などで消滅することがある。日本産オカミミガイカの中では分布域は広いが生息地は少ない。南西諸島より九州、四国、本州での生息地が危機的状況にあるとされている。日本の環境省が作成した海類レッドリスト2007年版では最も絶滅が危惧される絶滅危惧愛類の一種として掲載された。 また各県が独自に作成した、レッドリストでも、10県で、絶滅危惧種として挙げられている。ABC 奥谷高志編著、日本近海産海類図鑑2000年東海大学、出版会 ISBN9 兆7844億8601万4065、ハット ABC 環境省生物多様性、情報システム陸産海類、 炭水酸海類レッドリスト付属説明資料平成22年3月長崎県環境部自然保護課気象や生動植物捕獲等を禁止区域について日本のレッドデータ検索システムクリールコミミガイ長崎県環境部自然保護課長崎県レッドリスト2011年改定版ありがとうございます